エンジン始動性のチェックでーす。土曜日にエンジンかけて、今日月曜日。エンジン一発始動、バッチリですよー。おっちゃりです。本日もよろしくお願いいたします。今日はね、このディオが戻ってきましたよ。もっちゃんのね、趣味の世界にね、お預けしてたのはね、相方さんとね、一緒にボアップをしてもらいましたね。排気量が 71cc になりました。そしてあと何やったっけ、あとメインジェットがね、92番で今設定してるみたいですね。タイヤもね、前後バリヤマをね、プレゼントしてくれました。お二人からプレゼントみたいです。で、前のタイヤはね、もう2008年に変えてたタイヤなので、もう全然ダメだったんですけど、こういう風にまたタイヤが復活しまして、これで走れますね。ありがたい、負けちゃらね。で、北九州市に実家のあるもっちゃんさんの家に、私は自宅から歩いて取りに行きました。約4キロぐらいかな、4キロぐらいかな。約1時間かけて歩いて北九州市に実家のあるもっちゃんさんの家に取りに行きました。排気量がね、47mm のピストンを入れて、71.何cc かになったんだと思うんですけどね。これでね、ちょっと今慣らし運転中ですのでね、鉄道を見にね、来まして、カナダ陸橋の下ですね、今すぐそこがね、 JR 九州のね、小倉工場ですね。そうなるところに今、このディオとね、そんな感じでね、今日はちょっとカメラは持ってきてないので、アクションカムじゃないので走行シーンは撮れませんが、本日もよろしくお願いいたします。これパワーがすごいね、上がってますね。すごいですよ、エンジンも一発始動なんでね、ちょっとかけてもらいたいと思います。あれ、ちょっとエンジン温まりすぎたかな。いや、ほんと調子いいんですよ。ほんとエンジンひねった時一発始動ですからね。そんな感じでね、負けちゃられ。ちょっと音がね、少し太くなりましたね。ちょっと振動もね、排気量とのアップとともにね、パワーを感じるようになりましたからね。こんな感じですね。負けちゃうね。行くぞ。バイバーイ。左側がだいぶ減ってますね。右側もね、内側が結構すり減ってますね。削ってますね、だいぶね。川崎のツーサイクルが今そう来ましたね、かっこよかったな。おお、ロケットカールみたいなの言ってましたけど、暴走族じゃないロケットカールですね。KR とかいうやつですかね。まあそんな感じで、ソニック
あ、ツーストのこの音はいいっすね。ランドにね、バイクのパーツ買いに来たらね、休みでした。二輪館に行くぞ。さっきね、のぞみがね、2本行ったんですよね、上り下り。くそ、取れなかったな。今日ね、ライコランド来たけど、ね、休みでした。残念でした。残念でしょう。おっちゃりです。もっちゃり文字に来ました。もっちゃり文字です。あ、今日は天気がいいな、気持ちいいな。釣りなんてできればあれなんですけど、もっちゃり釣りができませんからね。関門海峡が見えますね。なんかクイーンビートルがね、なんか門司港から博多の間を月3回ほど運行してるみたいで、ね、普段は釜山まで行くんですけど、今ね、ちょっとこういう環境なので国内をね走ってるというので、ここをね走っていくんでしょうね。気持ちいいでしょうね。あ、船が行ってますよ。とても穏やかで気持ちがいい一日をこの、リオ君とですね過ごしております。もっちゃりです。バイバーイ。愛は喜びが夢に。ポアップ、ポアップ、ポアップしたね。71cc のエンジンで、これはね、ここが軽量クーリングファンという軽の規格のね商品が入ってますね。あとメインジェットとねパイロットジェットをね、もっちゃんさんと相方さんでいじってもらいまして、タイヤ交換もしましたからね。これでねまた快調に走れますからね。もっちゃりブログが撮れますね。あのひろゆき Z さんとかいう人より多分もっちゃりのブログの方が面白いと思うんでね、頑張っていきたいと思います。もう7時がもうそろそろ終わるかな。もっちゃりでした。門司港はまだ桜が咲いておりますね。トロッコ列車のねノーフォーク広場駅です。これね、そこにね、平成筑豊鉄道、竹瀬銀行、レトロラインのね電車あと 15% ですからね。ノーフォーク広場駅行ってみましょう。もっちゃりの銀座にはそこありますね。東北広場駅で、あそこは門司港ですね。で、私はね月に1回あのメカリ神社っていうところにね、参拝してるんですけど、この後ちょっと行きたいと思います。もっちゃりです。あ、もっちゃりじゃなくてひろゆき Z さんが月に1回行ってるみたいですよ。もっちゃりね、スクーターで、
無事メカリ神社まで来ました。こちらで参拝したいと思います。ここへね、あ、お、黒い船が来てるね。もう負けちょられん、本州には負けちょられん。参拝して、また家に帰りたいと思います。お、結構大きい貨物船ですね。私のね、あのシリンダーとピストンも、あの貿易風に乗ってチャイナ製が入ってますからね。中国資本で動いてる電力です。シネルのね、あの人道入り口がありますね。歩いて本州に渡ることもできます。今海流が、東から西に流れたのかな。いや、どっちだ、わかんない。もっちでした。バイバーイ。でっかい。これトップクラスにでかいな。スウェーデンの船だよ。